時刻は7時になりました。時刻は7時になりましたじゃないんですよ、ベニアさん。本当にね、何よ、そんなさ、ドタバタぶり。3秒前までドタバタドタバタしてたじゃん。だって今日はね、特に緊張して、私今までで一番緊張してます。どういうことですか。いや、本当にダメです。緊張しました。あ、もう本当に。でもね、なんか先ほどもお話ししたんですけど、なんか、はい、私のなんかポンコツぶりをなんかちょっと出してた方が、なんか、この番組がなんか盛り上がるんじゃないかみたいな、にわかに。どういうことよ、もう。本当に。実はコメント来てますね。ゾンビのジャンボ餃子さん、こんばんは、はい、なりましたね、19時になりましたねっつってんじゃない、まあ、マスクックさん、おつっていうことでね、はい、なりましたね、2人とも初見の方ですね、ね、はい、よろしくお願いします。いや、すごい、やっぱ初見の方がこれだけ、うん、もういかにゲストさんがスペシャルであるかということが物語られてますね。だいぶ物語られてるよ、これは。あ、そうですか。あ、今日本日のゲストさん知ってるんですか。はい、私は知ってる、知ってます。いや、はい、あゆみちゃん大丈夫、緊張してます。大丈夫、あゆみちゃん。え、でもあゆみちゃんもご一緒にはまずいか。いや、いいですよ、別に、ね、あゆみちゃんも、うん、あゆみちゃんも、ね、あー、大変だとかね、もう入っちゃった、入っちゃった。ちょっと、あの、ごめんなさい、画角に入っちゃったもん。画角には確かに、はい、まあ、今日もうね、まあ、じゃあもうちょっとあれですけど、一緒ですけど、今日ね、もう先に言っちゃうと、はい、ゲストさんがね、庄司みずきさんとね、はい、羽田えりかさんなんですけども、はい、本日ね、庄司さんのね、お子さんが、はい、いらっしゃる、一緒に来てるんですけども、はい、このスタジオにね、一緒に、もう頭が映ってますね。確かに、あやみちゃんの頭が、あやみちゃんの頭が、あやみちゃんの頭がね、全国に、全国に配信されております、ね。確かに。その頭で、頭がね、はい、なんで皆さん ね、全国デビューを、はい、僕はオカルトやってるからって、別にオカルトではございませんからね。はい、そこだけ。確かにちょっと前髪の感じがオカルト感出てますよね。あ、本当ですか、この青いの。青いのがね、なんか青い、そう、ね、塗料が塗料と俺プラモデルじゃねえんだよ。なんか色づいてますよね。エアスプレーでやってるわけじゃないよ。前よりも色づいてません？はい、前よりもなんかもうちょっとなんか 色づきがしっかり、前は淡かったけどしっかり色づいてる気がする。あ、本当ですか、はい、ありがとうございます。それは、いや、まあ、もう一応染めちゃいますから。いや、素敵です、この金髪もね、うん、やっぱり、うん、一応なんかまあ特徴的なのも最近流行ってるでしょ、こういうのが。そうです、そうです。ちょっとね、差し色でね、はい、はい、若作りを頑張っておりますので。北大路欣也さんとか、うん、ね、この白いところにちょっと黒を入れるとか、そういう取り入れ方ってことですよね。ああ、まあでも近い、関口博さんですね、僕これは。あ、そうですね、前にここだけは関口博さんですね、ね、はい、それ流しながら。そうですね、そうですね、よろしくお願いします。本当によろしくお願いします。メニアさんもそうじゃないですか、なんか夏っぽい服装。あ、そうです、そう、うん、これもなんかちょっと評判が良くて、なんかでも、そうなんですか、なんかお前はなんか床屋か、なんかフライドポテト的な人間じゃないかって言われるんですけど、まあでもなんかちょっとフライド感がね、ありますよね。フライド感あります、それ。なんかただこれ、ね、今ほらカメラがここはいいからあれだけどね、はい、うん、一昔前からこれを着てたら目チカチカするっつってね、怒られるよね。いや、そうなの、だからバーバー感があるってことで、ね、うん、バーバー感っていうんですか、それ。そうそうそう、だからバーバー感がなんかすごい自分でのバーバー感ではないですよね。バーバー感ですよね。バーバー感ではなくてバーバー感が、バーバー感が、なんか歩くね、床屋かと。あ、そうですか、ね、青はないですけどね。あ、でもさっきまではね、うん、青いのも羽織ってたの。でも今日はもうね、暑くて窒息寸前だったんでね、うん、はい、青いのは脱ぎました。あ、そうなんですか、はい、で青いの着てたらバーバー感があって。そうです、青いのあったらね、はい、気をつけないとね、バーバー感じゃないですからね。バーバー感が。僕も青と赤ですから今日はね。じゃあバーバー感、ね、バーバー感がね、はい、ね、出していこうと。バーバー的なね。まあ、バーバー的ってなんすか。本当にそんな、まあ、ね、今週どうでした。そういえばもうなんかさっきからね、その話 してなかったですけど、ね、うん、まずは、はい、告知させてくださいって、やっぱりね、ほら、社長からね、ほら、もう、つどつどしろと、駆け足でいきます。5月の29日日曜日、千葉テレにおきまして、うん、花子ランド、はい、はい、間もなく、はい、うん、上映中じゃないね、映画じゃないから、うん、間もなく放映いたします、はい、で、ホラーと思いきや、はい、コメディ要素満載の、ちょっとラブコメあり、うん、そういったストーリーになります。ドラマですか。あ、ドラマです。ドラマに出る。そう、でもね、はい、トピック、うん、私ね、カメラさんと唯一2人でトイレの個室に入ったの、うん、もう来るかじゃ。こっち、いいよ、水ちゃん、来て。もうね、こっち来て。もう可愛いのかしょうがない。あ、じゃあちょっと、ほら、こっち、どうぞ入りな。来な来な来な。でもちょっと急ぐ、急ぐ、1個足りない。1個足りない、いいよ。大丈夫かな。いや、こっち、おじさんのとこ来な。あ、よかった、間に合ってとか。よかった、間に合って。もうチラチラ入っちゃってっけ。
けどね。ちょっとね。はい。後でまあそれは言うんでね。今画角にあの、はい入られました。ちょっと今がっつり入ってて今顔面がっつり出てたよ。ちょっともうさ早く行こうかじゃあ次 ね最初にねお母さん早く呼びたいからさ。そうですね、はい、はい、じゃあ今週も参りましょう。はい、はい、じゃあ行きましょうか。はい、はい、行きますよ、はい、せーの、それいけドリームアップ。それいけドリームアップ。この番組は毎回夢を追いかけてるゲスト様にお越しいただき、現在の活動や今後の夢や目標を語っていただき、ああでもないこうでもない、いやこれだーといったお話をする50分のトークバラエティ番組となっておりまーす。はい、また生配信でございますので、こちらコメントにツイッターにて、ハッシュタグそれいけをつけてつぶやいていただければ拾うことができますので、ぜひコメントをいただければと思います。それプラス、YouTube ライブ、あとはこれショールームですね、はい、はい、こちらの方で、配信しておりますので、こちらの方は、リアルタイムでね、コメント拾っていけますので、はい、ぜひこちらの方にコメントいただければと思います、はい、こちらはい、で、ね、はい、またこの番組は、株式会社アースライズの提供でお送りいたします。はい、言えました。はい、なんかもう、ね、心ここにあらずで喋っちゃったけどね。でもさすが心ここにあらずでもあれだけね、あのしっかり仕事をされて。でもちょっと上ずられてまして、そうですね、声がちょっとさすがに今日はやっぱり緊張されてますよ。違う、そこスラ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 行くからよ。画角に、いや確かにね、ちょっとあゆみちょっと頭が、ね、もうちょっとね頭が画角にね、うん、そう、普通にカルピスウォーター飲んでるシーンがさ配信されてる。俺らの子供じゃないですからね。こんな可愛い子がいたら、はい、そうですよ。はい、もうね、ブログでもインスタでもたくさん拝見しててね、あゆみちゃん可愛いなと思ったんですよ。あ、そう、そう、可愛かった。うん、この間のワンピースも可愛かったな。うん、そうですね。はい、はい、まあ、ちなみにお椅子はもう一個あった方がいいかしら。お母さんの膝、俺の膝の上を乗せとくじゃん。大丈夫かな。大丈夫。もうお母さんと一緒に。そうだね。じゃあ、歩き回りたいからさ。そうですね。はい。じゃあまあ最悪はポエムさんの膝の上ということで、はい、そうですね、はい、じゃあ一応ね先ほど見ましたけど、はい、本日のゲストは庄司瑞希さんと羽田エリカさんです。はい、じゃあいいですか。はい、はい、じゃあ一旦こちらの CM をご覧ください。私たちは IT 物流支援をはじめ、人と人をつなぐイベント事業、法人個人の抱える課題を解決するコンサルティング事業、人の夢を応援する事業、地球環境を配慮する事業など多岐にわたりあなたをサポートします。そしてあなたの問題を解決に導き、人と人、企業と企業をつなぐことが私たちの使命です。人をつなぎ輝く未来を創造する、アースライズ。あ、はい、あ、もうちょっとぐちゃぐちゃになっちゃった。こんばんは。はい、ご紹介します。はい、本日のゲストさんです。庄司さんと、羽田さんです。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ということでね、コメントがすごい溜まっちゃったのも。はい、ごめんなさいね、今、ショールームが更新されてなかったんでね。はい、ゾンビのジャンボ餃子さんとね、はい、庄司瑞穂さんがコメントされてますね。はい、まあ、一応じゃあご紹介、ご自身からじゃあお二人お願いします。はい、お願いいたします。はい、あ、これマイクどの距離で、これ大丈夫です、拾ってますわ。はい、はい、皆さんこんばんは。A4 リアルというハードポップユニットのボーカル庄司瑞希とあやめちゃんです。よろしくお願いいたします。庄司あやめちゃんです。こんにちは、あやめちゃん。さっきね、こんばんは。こんばんは。ね、カルピスウォーター美味しかった。美味しかった。かわいいね。はい、そして。はい、そして皆さんこんばんは。こっちですね。こんばんは。はい、元アイドルの羽田エリカです。よろしくお願いします。皆さん。ということでね。はい、本日はダブルゲストですね。なかなか珍しいんですけど。はい。ごめんなさい、ちょっとコメントすみません、拾っちゃっていいですかね。ジャンボ餃子さん、ゲストもポンコツです。はい、ゲストもポンコツです。十分ポンコツですって聞きましたね。はい。これ、庄司瑞穂さん、自由人あやめっていう人ですね。
これあれですか、あの庄司みぞおさんはあの、はい、古くからあの応援してくれてるのか、はい、私をけなしてるのかわからないお客様です、はい、あそうですか親も自由って来てますもんね親も自由だしね、はい、うちのお客さんも自由なんですよ庄司みぞおって全然違う名前ですから本当になんかね一緒の名前だからこれであのプラットこだまとかチケット取ってんですよ、うん、あそうなんですか、いやかあれプラットこだまじゃなかったなんか JR の券取ってましたよ大活用ですねすごいねペンキ屋さんなんですかこれ僕ですから僕のこといじぐってますこれ確かにルイージみたいな格好してますけど ね、まあ、ねはいお願いします床屋かよって来てましたね、はい、あそんな子ですねはいということでじゃあ本日ので3人まあつながりっていうのもあれですけどね、はい、一回のそのライブで僕がお会いしましてですね、はい、それでちょっとお誘いしたらですね、あ、いいよっつって急で、こんな感じで、はい、来て、そんなね、軽い感じで、来ていただいたんですけど、申し訳ございませんということでございましてね、はい、はい、まあ、きっかけというのもあれなんですけど、はい、そのプラッと喋った時に、はいはい、あの、庄司さんが、まあ、さっきも言いましたけど、ハード、ポップユニット、はい、ということで、CD を、手売りされてて、はい、で声がこんな感じですか庄司さん、はい、はい、でもそうだからちょっと渋いからこれ絶対ロックやってたらいい声だなって聞いたらなんかシンガーでハードなのやってるっつうんで買ってみたらさかっこいいのよこれがさ、ありがとうございます、なんかちょっと耳に残っちゃうんですよ、はい、実はこの間僕ラジオ番組自分のラジオ番組を出さ、かけさせてもらったんだけど、はいはい、結構そこでも反響があって、はい、やっぱりどうした？もうおじさんの話つまんないか早いな3分持たなかったなこれね、ママがいいって、ママがいいちょっとね、そう時間もね時間だからね、うんうん、そろそろお腹空いたり眠くなったりする時間だからね、でもね、水木さんはもうどこに行くにもこうやってあやめちゃんを連れて行く、あすいません、ね、ママさんアーティストさんで、すごいなと思って、そうそこのお話もちょっとしようと、うんね、お子さん連れてハードな感じをそうね、そうね、してるんすね、あやめちゃんどうなの、お母さんの歌は好き？ママの歌好き？うわ、最高の応援ですね。ありがとうございます、あやめさん。ママのヒットポイントが上がりました。あれですね、やっぱお子さんに応援されてね、はい、活動できるって最高っすよね。あでもありがたいですね。もう今日もこの環境で許してもらえることにまずありがとうございます。全然ね。いいですよ。どうするなんか。イッテ Q とか見とく今大丈夫眠る、いやなんか最近あのカマキリが昆虫を食べるグロテスクな YouTube が好きあーそうか、なんかそういうそういうちょっと見てらっしゃるあんた、いやそんな衝撃的な YouTuber で、カマキリ YouTuber で昆虫がいっぱい家で飼ってる、はい、テルでそうそうそうYouTuber さんがおって、はい、食べてるで、カマキリにいろんな餌を与えるんですよ、でそれがなんかハマっちゃったみたい でその YouTuber さんの名前忘れちゃったんですけど、はいはい、そのだからまあスズメバチとか食べてる時に YouTuber さんが残酷でちゅねーって言うんですよ、それがもうハマっちゃったあもう家で言ってんだ残酷でちゅねーかわいいね、カマキリ食べてた、ママ今日も寝る前にカマキリ見ようねって将来がねちょっと楽しみですね、あまり食べてた、あやめちゃん今日の進行一つもいいよいいよいいよ、これこそ子供はこうやって伸び伸びしてた方がいいんですよ、 うちらがねこうそう番組って時間に合わせてこんな言ってるのはおかしいんですから、それは自然ですよね、すごいすごいね、 おじさんのねあの先輩芸人であの佐々木孫悟空さんって虫食う芸人さんだからそれ紹介してあげる今度ね、そうね、YouTube やってる、家に出るゴキブリとかに塩振って食ってるから、美味しいっつってね、カマキリとかもそこら辺に歩いてるカマキリこれ食っちゃうんだからさ、これ寄生虫餅だうまいぞとかっつってね、今度紹介してあげるね、進行本当に、ね、全然できないですね。そうですね、もうその歌でね中で、まあ、僕のラジオでかけたんですけど、夏男純一って曲が僕の中で結構ハマってましてですね、はい、これ歌丸会っていうのはデコトラ、はいはい、わかります、まあね、世代ならわかると思うんですけどね、キンキンとかねやってた某映画がでね有名なあのデコトラですね、あれの会の、田村会長ですよね、あれね、田島会長、ね、田島会長ですの曲ですよね、はい、はい、俺なんで名前間違えたんだね、純一って書いてあるからさ、うん、そうそうその曲で、はい、夏男っていう
のやつがもうループしちゃってさ、はい、TikTok でも今バズってますよね。あ、そうなの。ネギをたくさん配られてるとか。あ、そうなの。誰かがじゃあ上げてくださってるの、だからあらと思ってネギ投げてるんですか。ものすごいネギを投げられてる。ネギを300本400本投げながら歌ってるんです。へー、面白い。すごいですね。もう YouTube でネギ400本って検索すればデコトラの上からわーと思ってネギ欲しいかー。え、これなんだろう。ハードですね。お、泣く子はいいかみたいな感じで。すごい、すごい面白い英才教育ですよ。ね、食い物を無駄にしちゃいけませんとか僕ら言われてましたけどね、やっぱりネギは投げるというもんですね。カエルの体じゃない。いい教育ですよ、本当に。あ、いいよ、もう全然喋ってていいよ。ね。そう、あ、もう僕でもこれ勉強になりますね。やばいね。いいです。子育てってやっぱこういう例がなんて日常なんですよね。これはお二人に聞きたいんですけど、やっぱり。ほら、これもそうですけど、台本とか要は想定の、想定してたようにはいかないっていうね。いかないです。もう本当にね、うん、僕、ベリハさんがね、今ね、相手してるから。いや、もうだってもう全然もう。ね、一緒に見てます。ね、子供の声で、ね、問いかけられたらね、答えちゃいますもんね。うん、こうね、そうそう、ベニハママがね、答えてくれるからね。いやもう、いいよ、いいよ。ね、しましょう。こっちで勝利するから大丈夫ですよ。そう、そうだって、子育ては大変ですよ、だからね。そうですよ。なんか買い物行きたいと思った時に、やっぱ、お子さんが、ね、行きたくないって言ったらやっぱりね、行けないわけじゃないですか。うんうんうん、だからもう自分が思った通りに行かないっていう。そうなんです。出かける直前になると何か起きるんですよ。ね、あ、そうですか。何起きましたのか、そういうの聞きたいですけどね。もうとにかくここに来るまでに2回トイレって言われました、うん、私は。あ、そうそう。電車乗って。トイレ。うん、トイレに。あ、電車の中で。そう。ああ、なるほど。じゃあ途中で降りないとみたいな。そう、降りないと。で、もう降りちゃうとこの間に合わないから、はい、一生懸命ごまかして。ごまかして電車乗ってきます。そう、時間が決まってる時に限ってなぜかお腹が痛くなる。トイレ、お腹空いた。そう、ね、お腹が痛くなる。なるほど、あれがしたい、これがしたい、これがしたい。日曜日とかになると風邪ひくんですよ。あそう、え、今日はじゃあお子さん風邪ひいてらっしゃるんですか。今日は元気です。元気なんですけど、ちょっと明日学校があるので、はい、あの来月は、はい、ここ多分ここにいると思います。あ、そうなんですか。来月大丈夫ですけど、平日ですよ。そう、あの後でね言いますけどもね、はい、はい、後で楽しみね。来月もカオスですね、ここ。ダブルですからね。カオスですね。あ、そう、2人でも来たらね、あのお互いほら子供同士で遊んでくれるからさ。いや、それがカオスなんです。そうなんだ。すごい激しいですよ。激しいですか。ここら辺走り回る当たり前でね。ちょっと機材だけ壊さないようにしないいただければ全然それは大丈夫です、ね。それだけね。はい。じゃあ今度だ、来月はね、なんかおじさんがなんかがね、あのなんか子供にも分かるようなネタを仕込んでおけば、ね。なんか、ね、おもちゃ買ってくる、そしたらね、ワニワニパニック買ってくる。ありがとう。これ手つってね。もう幼少期にずっとワニワニパニックばっかりやってて、もう自分この子パニック障害じゃねえかってぐらい。パニックだけね。ずっとやってたらしい、親がずっと手がかかんなかったっつって、18時間ワニワニパニックやってた。すごい。ひたすらワニを買ってたっていう、すごいですね、ことをやってたらしくて、その集中力、父親がだからすごい、この子はなんかそういう障害なんじゃないかと思ってたらしくて、僕はひたすらにワニを、あの実家があのフロリダってとこなんです、実家が、はいはい、フロリダってあのワニがなんかメインなとこなんですよ、川にしょっちゅうワニとかいっぱいあるから、はい、こいつだから家に、まあ、その時沖縄にいたんですけど、実家連れてったら、はい、ひたすら川のワニ取るんじゃねえよ、密漁するんじゃねえかみたいな思われたみたいで、多分だから多分前世ワニに食われて死んだんですよ、その呪いに、呪いに怒りひたすらワニをぶったらいって覚えてはいないけど、脳のどこかにその景色があるんですよ、ね、体も覚えてますよね。じゃあもういつかね、もう実家行ってワニね、両乱獲してやろうとか思ってるんですけども、はい、そんなところですよね。すごい、まあ、聞きたいこといっぱいあるんですけどね、なんかないですか、ベニアさんもね、聞きたいこととか。いや、もう私はね、もう後で、もう、事前に皆さんに、あ、もうそっち行っちゃう、はい、あ、いや、もう、で、もう、早くご質問をしたいんですが、ね、はい、まず、あ、じゃもう、すごい、何をまごまごしたの？あるでしょ、ほら、これ書いたユニットのこと聞いたりとかあるでしょ？緊張しちゃって。いや、今日もうこれで乱れ打ってます、今。いや、違う、すいません。ずっと俺が
喋ってるからさ。いや今日喋ってよちゃんとさ。いやごめんなさい緊張しちゃった、はい、緊張しちゃったって。じゃあ僕が聞きますけど、はい、その音楽の話をちょっと聞きたいんですよ。それそれ音楽のことを聞きたいです。英語リアルっていうのはだからさっきもねハードロックボーイ、はいはい、どうやって結成したとかそういうのを聞きたいですね。はいはいはい。最初は。自分一人で都内のライブハウスとかライブ会場で歌って歩いてたんですけど、はい、ギターサポートかとかつけて、はい、バンドが好きだったんで、うん、あのやっぱりバンドをやりたいなと思って、分かった分かった、バンドがやり、バンドをバンド、はい、バンドがやりたいなと思って、当時流行ってたメンバー募集ネットサイトっていうので、うん、あの仲間を見つけてって、はい、でそれが今のギターの相方杉山、1年ぐらいかけて、あネットで結成したんですか。そうなんですよ。だから結構冗談で出会い系サイトで見つけました。まず出会い系、マッチングアプリ見つけましたとか言ってるんですけど。先取りで結成何年前ぐらいですか。15年前ですね。おー、先駆けまだミクシーの時代よ。そうなんですよ。ミクシー先駆け出会い系、まだ Tinder とかじゃないよ。あ、そうか。そうよ。結構ミクシーとかでも探しましたね、いろんなのね。でその後あの路上ライブとかから始めてったんですけど、その時によく北千住来てたんですよ。うわ嬉しい。え、北千住どちらで歌われてたんですか。デッキでも歌ってたし、その地下通路でも歌ってました。あ、いいですね。で昔の北千住 A4 リアル路上ライブとか入れてくると、分かった分かった、映像出てくると思います YouTube で。へえ、うん、え、じゃあ路上は今はやってないんですけど、路上はなんか今はコロナ禍になってからちょっとやりづらくなってしまって、夜がメインじゃないですか、はいはい、お仕事帰りの方捕まるし、だから娘がいるのでなかなか出れなくはなってしまったんですけど、結構地方に行った時とかは名古屋とか三重の四日市とかをやらせてもらってますね。へ、向こうのお客様に機材を借りして。ああ、なるほど。では一元さんでそこで見て、ああやっぱりみたいなことになるんですね。へえ、いいですね。じゃあ早速ですからね、その曲皆さんも聞きたいと思いますね。はい、そうですね。はい、今日は実はですね、翔士さんからリクエストいただいておりますので、翔士さんからじゃあ曲入りの方をお願いいたします。今日はですね、はい、YouTube から映像を流していただけるということなので、はい、8枚目のアルバムから「もっと」という頑張る、はい、皆様に向けた応援ソングをお届けさせていただきます。はい、応援ありがとうございます。はい、じゃあ曲紹介そのまま振ってください。あ、もう一回、あ、いや振っていただいて、どうぞ。それいけ、それいけ、それいけ、それいけ。
ありがとうございました。はい、聴いていただきましたのが、A4 リアルでもっとという曲でございました。はい、ありがとうございました。はい、ということで、時刻は19時27分ですね、もうすぐね。はい、になります、はい。はい、ここでちょっとコメントを拾っていきたいと思います。はい、庄司水尾さん、あやみは食べ物でおとなしくなりますということでね。ちょ、誰かじゃがりこ買ってきてもらっていいですかね。ね、お菓子をくれない人のところにはなかなか行かないですってことでね。これはジャンボ餃子さんですね。さっきそうか、だから俺楽屋でハイチュウハイチュウあげたらお話ししてくれたんだ。よかったです。よかったよかった。ね、庄司さんが YouTube でアップしましたネギ400で検索してねということで、先ほどのやつですね、うん、はい、こちら庄司、さんがやってみたいです ね、 ね、司会しっかりしてということで ね、 あ、やばいね、あ、そうよ、そうね、本当に起こすね、子供には勝てないね、やっぱね。そうです、もう可愛いもん。子供で言えばね、そうですよね、だから先ほどもね、ちょっとお話は、してたんですけどもね、原田さんもお子様いらっしゃいまして、はい、お子様だからつながりなんですね、ここは。そうですね、どういうご関係なんですか、ここね、ライブでは二人ご一緒いましたけどもね。いや、もうなんか、奇跡的な出会いなんですけども、はい、エリカさんの息子さんのクーヤ君とうちの娘のあやめが仲良くなって、うん、で、そうするとお母様ありがとうございますって話になるじゃないですか、はい、そしたら実はあの羽田エリカさんだったっていう。なるほど、子供から、お子さんからね、素敵なご縁、そうなんです、すごい仲いいですもんね、お二人ね。そう、ありがとうございます。僕会った時もなんかずっとライブ会場、まあまあまあなところよ、はい、ずっとこう走り回ってて鬼ごっこみたいにしててさ。ね、だってそう、なんかもう変人な人ばっかりやろ、なんか全身に装飾ついてる人とかさ、なんか氏神一番さんみたいな人とかさ、ま、そんな中でよく楽しくなんか二人で追いかけっこしてんなと思ってさ。いや、だって最初に会った時なんてちょっとベッドがあるところで、はい、そこのベッドを使って二人でずーっと飛びまくってましたから。大騒ぎです。やっぱ子供って関係ないですね、そういうのね。俺だってだって普段ね、普通の人から見たら金髪のさ青髪のおじさんなんて普通いないじゃないですか。いやいないいない。それが楽屋で今日さ、第一声がハイチュウ食べるだよ、それ食ってんだからさ、すごいよね。受け入れてもらってるもん。もうやっぱ英才教育で、先ほどね映像にもありましたけど、ステージでね、うん、ステージね、こんなちっちゃい時からねいらっしゃいましたもんね、可愛かったね、あの写真ね。え、本当もうちょっと、もうちょっとママにお仕事させてくれない？やだやだ。いや、でも水木さんの曲初めて聞きました。今聞き、そうなの。そうなんですか。ね、この間大会場で水木さんの CD もうガンガン押してたんですけど、一回も聞かなくて。おいおい、どういうことだおい。そうなんですよ、エリカさんが私の CD たくさん売って歩いてくれた。そのうち俺も一個買ったんです、それで。エリカさんが一回も聞いたことがなかったっていう。それだけたくさん売ってるのに。ね、でもいい曲でしょ。いい曲でしたね。いい曲でしたよ。詳細はあるかもしれません、春田ね。はい、ということで、早速、いつものこちらのコーナー行きましょう。行きましょう。はい、はい、お願いします。はい、では、ゲストのお二人を紐解く10の質問コーナー。よいしょー。はい、音ないですか、音ないです、はい、こちらのコーナーはプライベートからあの時の裏話まで全てをさらけ出すゲストを紐解く、ベニハの10の質問コーナーとなったの、はい、ここはベニハさんが読むところですよ、はい、はい、お願いしますよ。しました今日大丈夫ですか。はい、はい、大丈夫でございます、はいはい、というわけで私が、はい、お二人に迫ってみたらと思います。はい、はい、では交互にもしくはあのお二人にもうそのままお二人一緒に答えていただく質問もございます、うん、はい、では一応もう次回の告知などもさせていただいてよろしいんですか。ですか今日は、うん、水木さんをフューチャー、はい、させていただいて、YouTube が、ごめんなさい、ごめんなさい、はい、大丈夫ですよ。やらなかったと思いました。ネットマイクって難しいね、やっぱね。ね、こっちでも見ないといけないから、はい、頑張って。お願いします、はい。ありがとうございます。はい、はい、で次回は、はい、来月はエリカさんの、フューチャー回となります。うん、はい、ですので、先に、はい、では水木さん、はい、ご質問させていただきます。はい。はいはい、では、ズバリ、憧れもしくは目標としているアーティストさんなどがいたら教えてください。はい、それなんかよく言われるんですけど、はい、本当に出てこなくて。どうしよう、誰にしちゃいますか。あ、まあ、どうしましょう。もうこれで安倍学さんって言ったら面白いです。共通 の, そのライブに見た時安倍学さん知ってますよ、はい、まあ、さすが幅広い。安倍学さん何
さんです。じゃあ帯垣さんです。はい、第2問。はい、続いて水木さんの曲は実体験が元になっているものは多いでしょうか。はい、ああ、うん、いやそれもありますけど、あとすごく妄想します。素敵。はい、おお、もう吐くほど妄想します。素敵、うん、素敵です。いっぱい映画とか見て。あ、いいですね。え、では YouTube とか見て。好きな映画はズバリ一作。好きな映画、はい、もう出てこないってどうしよう。最近見た映画は、最近も見てないかもしれない。今映画見たけど。でも最近あーちゃんと一緒にコナン見たね。あ、コナンですね。コナンですよね。泣けましたよ。うん、ギリギリだったね、でも怖いって言われちゃって。そうそうそう、そうだよね。コナン怖いんだよね。うん、ね、まさかね、バカってわけだよね。はい、じゃあ続いて、はい、これね、もう皆さんに、はい、ぜひ聞きたいところだと思います。はい、ズバリ好きな男性のタイプは。好きな男性のタイプ、はい、真面目、いい意味で、はい、真面目な人ですね。いい意味で真面目、はい、素敵、うん、では続いて、ファンの皆さんとのオフ会、はい、ズバリ何なら、かっこどこまでならしてくれる。それどういうこと。例えばファンの皆さんとのオフ会でお茶をしますよとか、はい、一緒に、ホットケーキ作りますよとか、なんか、どこまでしてくれるかなっていう。まあ、でも結構ハグまで OK とかね。ハグまで OK とかね。握手までですとかね。そうね、うん、でも結構私オフ会やってて、やっぱ子供がいるんで、例えば一緒に名古屋とか行くと東山動物園に行こうとか。動物園、今週の日曜日はファンの皆様とバーベキューオフ会。バーベキュー、うん、で先月とかは愛知県の南知多っていうところがあって、そこの動物子供園、まあミニ水族館ですね、はい、そこのオフ会行ったりとかして、そんな感じで結構出かけてます。素敵です。でも参加したいなという方は、どちらから参加をさせていただけますか。Facebook、Twitter、アメーバーブログ、Instagram、メールマガジンやってるんですけど、はい、そこで随時こういうイベントが今週ありますよとか告知してて、で、メールもらったりします。はい、DM を、うん、はい。確かに今週末のね、バースデーワンマンライブもね、はいはい。はい。ではここで、はい。はい。エリカさんにもご質問よろしいでしょうか。はい、はい、すいません、ぶっこませていただきます。こちらも、もうエリカさん の大ファンの方から、はい、ぶっこみ大丈夫でしょうか。 NG だったらバーンしてください。アイドル自体、はい、結婚したいと思ったことはありますか。アイドル自体ありますか。すいません、もういきなりぶっこみ出してもらって。アイドル自体は、アイドル自体結婚していますもんね、ある意味ね。アイドル自体、アイドル自体結婚した子したいと思ったことはないです。あ、ないですか。うん、あ、うん、ないです。それ10代ってことだね、うん、20代。まずは誰かとお付き合いしたいからだったんだ。あ、そうですね、そこですよね。まあ僕は週刊誌の情報をいっぱいしてますから。ね、はい、ローラースケート履いた人に口説かれた話とか聞きたいですけどね。それは後でね。あ、それは後でね。はい、うわ、ちょっとみんなね、ファンの皆さんがもだえてしまいます。はい、で続いて、はい、個々のメンバーに選ばれていなかったらズバリ何になっていたと思いますか。ああ、私ですね、芸能界、はい、あ、そっか、芸能界に、はい、でも入ってるんですよ、乙女塾でね、はい、でもここそしてやっていなかったら多分終わって、自分もともと海外が好きなので海外に行ってたと思います。素敵ですね、うん、海外で何かの仕事についてると思います。あ、まあ、うん、語学ですね、じゃあね。そうなんです、大好きなので。素敵です、うん、ではこちらは2人に共通です、はい、ズバリ美の秘訣は。美の秘訣ですね。わかんないよね。確かにね、お綺麗ですからね。だから緊張します。ダメ、ネギ食べるわ。ネギ食べる。え、深谷ネギってことですか。じゃあ深谷ネギ。今、ささやき乙女みたいな、おかみみたいな。おかみみたいな。ネギ、そうですよね。ネギ投げるでも。ネギ投げる。ネギを投げたらどうやったら美人になるんですか。あれ、早く投げられてますけどね。ネギは確かにね、4人っていうのは聞いたことあります。いいですか。いっぱい笑ってください。いっぱい笑ってください。はい、はい。笑いちゃうです。はい。そして、では、お二人にこちらも質問です。はい。男の方を見るとき、一番初めにどこを見る。
ここなんか2人で打ち合わせしてる。ドキじゃねえよ。いいかな。前ね、くるぶしとか言うかと思いました。お二人の答えとしては目だそうです。目で。あ、二人。何とも目。二人とも目。ほら。目。はい。はい、ではここでポエムさんのぶっこみ。あ、俺いつもあの、はい、やらせなしで。じゃあ、ウィー言っていいですよ。最近口説かれたことありますか？出てきた。最近口説かれた人います？まあ、ないかな。口説いてくれないわしょーい。あー、なんか、この間変な人いたよね。あ、それなんですか？一般の方ですか？あれ一般なの？いや違う、一般なんですかね。かその恋愛感情の口説きではなくて、なんかこう自分はいろんなことができるんだけど、お手伝いしましょうか、お仕事みたいな口説きです。ああ、そうです、そういうのを聞きたいですね。もうなんかこれぐらいのファイルにものすごい量の名刺入れて持ち上げてビラビラビラ。いやー、なんか怪しいな、そういう人いるよね。ショイさんもあります？あ、そう、そので、その方がね、なかなかあの亀つき亀のように食らいついて離れた。それはそうでした。あ、そうだ、はい、女性として口説かれてないんですか？いや、それでなんか一生懸命手を握ろうとしたんで、あやめの手を出しました。あー、やっぱりそういうこと、ね、猫の手をつって子供を使うわけですね、そこで。そうですね、いいですね。はい、ということでこれで以上で10問ですか？そうですね、はい、はいはい、ということで、じゃあちょっと曲がポップですね。いつものメトロノームじゃないですね。チッチッチじゃない。そうですね、調子が優しい感じ、はい、優しい感じで、はい、ということで、じゃあ掘っていきましょう。はい、いきましょう。はい、第1問、何でしたっけ、はい、目標としているアーティストさんなどがいたら教えてください。はい、ということで、安倍岳さんって言ってましたけど、まあ、これ分かるわ、はい、キングレコードのね、はい、はい、安倍があの謎のよく、あの、ね、よくあのスポーツ新聞載ってる方です。はい、犯罪者で載ってる方。謎のなんか200人いきなり呼ぶっていう。そうです。はい。僕も交流深いんであれですけどね。はい、あ、今コメントであやめにも質問してみてってあってですね。素敵。お、はい、お、あやめちゃんお腹空いててグダグダ言ってます。あやめちゃん、じゃあ今食べたいのは何ですか？今食べたいもの何だ？何ですか？食べたいもの何ですか？全部。え？全部。全部食べたい。じゃがりこあるよ、あそこに食べる？じゃがりこ。あ、そうですか。今、じゃあお二人は食べたいものありますか？今、はい、今食べたいもの、はい、ネギ。あー、よかった。よかった、俺、ネギじゃないんかいって言いそうだったよ。なかった、なかった。いや、もう今日緑着てるなって、そこでもう、いやいやドキドキします、私。別にネギ意識して生きてきたわけじゃないんですか？もう、文字は白いし、ほら。そうだ、ね、そうだ、ね、ネギ、ね、ちょっとドキドキします。名古屋に行ってきましたって書いてあるけど。本当だ。名古屋に行ってきましたって書いてある。面白い。はい。あ、そうですか。今、春さんは何食いたいですか？今ですか？餃子。餃子。ガオ！いや、ちょうどね、あの安倍岳さんと僕が、ね、トースポ餃子やってますから、ね、はいはいはい、それかもしれないです。はい、あ、そうです。あの、なんとか餃子さんいらっしゃいましたよね。あ、そうですね、あの、ゾンビのジャンボ餃子です。ゾンビのジャンボ餃子、酒焼けですって書いてます。酒焼けでね、酒焼けの、ね、あ、そうですか。第二問何でしたっけ？曲ですね、はい、はい。実体験が元になっているものがありますか？妄想と妄想が、はい、ということです。だから実体験っていうよりはもう頭の中、脳内ですね。もう脳内、も妄想したら、結構少女漫画だとか漫画が好きだったところもあるから、いいで、それでもうもんもんって妄想したの。もんもんもんと、あ、いや、もう全部持ってきちゃいな、あれ。一本ね、一本じゃなくて。確かに、やっぱ ね、 ね、 ね、うん、食ってればさ、喋らないっていうかね、もごもごしてるからさ、確かにね、静かになる。確かに。パクパク食ってるからさ。じゃがりこの音がね。あ、そうだ、じゃがりこの音入っちゃうから。じゃがりこ、じゃがりこ。いいよ、じゃがりこ。もう10位ね。食べようね、それじゃね。はい、3問目、最近見た映画、コナン。はい。コナンですか？コナン、僕わかんないですけど、見ました？コナンは。はい。どうでした？いや、すごかったですよ。どういう感じですか？あのね、なんて言ったらいいんだろうね。見てねえだろ、さては。いや、違う、見たら見てねえだろ。あのね、爆弾とかで、まあ、今回いろいろ、コナン君が、過去の、安室さんでしたっけ？はい。最後に分かるんですけれども、そのことをきっかけに、まあ、皆さんの、ピンチを救ってくれるので、それまでに、まあね、アメちゃんさ、コナン面白かった？広がったんですよとかね。面白かった？
面白くなかった？でも怖かった？あ、じゃあそれで大丈夫ですね。ちょっと怖かったかもね、はい、今回、はい、怖かったってことで怖かったちょっと、はい、大丈夫です。はい、はい、4問目こう答え、ま、何でしたっけ、真面目って言ってますけどね、はい、好きな男性の、ね、好きな男性のタイプですね。真面目、はい、花江さんもそうですか？私ですか、はい、私は、煉獄さんみたいなタイプです。あー、いいですねー。鬼滅の熱い人ですかね。いや、煉獄さん大好きです。煉獄さん真面目だよ。いいですよね、弱き者をね。じゃあやっぱお腹疲れて死ぬ人が好きってことで。いや、そうじゃない。で、それだ、それさ、そこじゃない。穴開いて、お腹に穴開いてる。いや、そこじゃないんだよ。煉獄さんの魅力はそこじゃない。そう、そこじゃないですよ。そこじゃない。で、ここ、みんなで煉獄さん大好きですから。あ、そうだ、煉獄。髪色だけ一緒かもしれない、俺。金髪。違う。全然違う。赤と金だったんだけど。惜しかった。赤だったらね。帽子のね、赤ワンデスケロを刺して。あやめちゃんはね、猫が好きなのね。あやめちゃんも見てたの、鬼滅は。鬼滅好き？誰好き？あー、わかんないか。でもねずこが可愛いんだよね。あ、ねずこ、あー。あやめちゃんねずこ言ってんじゃない？うん、やった、喜んでる。やった。大好きねずこ。着てる T シャツ、ドクロですけどね。はい、じゃあ、続きましょう。はい。オフ会ではどこまでということでね。はい、これね。はい、動物園。はい。動物園オフ会なんかあるんですか？僕は、バーベキューオフ会、正直僕は何度も、一応ね、僕もバーベキューのプロですから、何度も、何度も、はい、相談とかはさせてもらってるんですけど。結構なんか、その、やっぱりそういうきっかけがないと、今大人になってから水族館とか動物園とか行かないっていうお客さんも多くて、だから童心に帰れるみたいに楽しいみたいな。へぇー、なるほど、なるほど。そうそうそう、イルカショー見たり、で、あの、ほら、トドを触れるとか、並んだりとか、触りたい、ショーがね、そうそう、拍手しやりするやつですね。そうそうそう、結構そういう意味で楽しいみたいです。確かにね、ここにね、今日来てらっしゃるお客様も皆さんおじさんですけどね、トドと握手し最近した人いないですよね。そうですよ、こういう機会がないとやっぱ、トドはなんか食うもんだと思っちゃうから、やっぱり。食えるの？そうじゃ分かんないけど、トドのつまりじゃないけど。食えるの？そうですね、うまいこと言ってるけど。そうですね。なのでこれ、ご一緒に参加できるっていうことが、ね、そうですね。夢が、ロマンがあります。はい、というわけでね、みんなね。はい、続いてですね、それではこちら、ハネンダツさんの質問ですかね。はい。はい、あの、アイドル時代には。結婚したいと思ったことはありますか？ない。ない。ない。ないですか？ないです。私アイドル時代に結婚願望が全くなかったんですよ。はいはい、うん、まあ、男性と付き合うとかはあったけど、うん、結婚ってかそこはやっぱなかった。なかったですね、はい、で男性と付き合うのも意外と苦手だったので。ああ確かにそういう感じしたわ。はいはい、そうそうそう、だからもうどっちかだったんですよね。俺今思い出したわ、なんか女子校でしたよね、確かね。え、全然違いました。あれ私は共学、私共学ね、私共学。なんか進学校かなんか行ってたみたいな話ですね。そうです、うんうん、進学校。そう、俺、いや、当時の記憶、何年前よ、だってさ、乙女塾とかよ。そうですね。ねえ。そう、大きく、うんうん。そう、みんなだから堀越、ね、当時芸能って言ったら堀越とか、はい、そういうところ、はい、まあ、アイドルさんとか女子校とかだったんだけど、はい、羽田さんはなんか進学校かなんか行ってて、なんかお嬢様みたいな扱いだったの、確か。ね。あんまりだからそういうのはこう、まあ、清楚系というかなんかそう、うんうん、だから他のメンバーとかにみんな行くみたいなイメージだったからね。そうそう、本当にまさにその通りで、うん、全然私を避けていくみたいな。そう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 、なんかそんな感じだった。今思い出しちゃった俺。思い出した。そう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 、いや良かったですけど。あ、そうなんだ。ないですね。じゃあちょっとじゃあ当時口説かれた方のちょっとだけヒント、匂わせぐらいでどんな方がいましたか？これやばい、バーしちゃうかな。私口説いてきた人、はい、エリカさんの私口説いてきた人、はい、いろんなところで言ってるんで、たった一人しかいなくて、ラッキョさんなんですよ。ラッキョさんです、ね、聞いたことある。ゴルフコンペなんか一緒だったよ。聞いた聞いた。そうそう、くださったのがデラッキョさん。しかも家さんだけ。そう、貴重な一回。あ、そうなんですか。そうなんです。僕はじゃあしかないっていう今言ったんで言いますけど、僕は何、ローラースケートのあのグループのモロに星の方がなんか口説いてたって聞いたことあるんですよ。そうですね、こうそういう話もあったんですけど、はい、でもどっちかっていうとあまりこう口説いてるの口説いてないのみたいなところはあるので。ああ、そうなんですか。あわよくばみたいな感じだったんですかね。そうですね、当時は、まあ、ね、はい、結構フレンドリーじゃないですか。はいはいはい、だからこう口説いてるのか口説いてないのかっていうところですね。でどっちかっていうと私じゃない方に行くタイプなので。あ、やっぱ他のね、メンバーの方ね、井出さんだけはやっぱり行ったね。情熱的に口説いてくださった。連絡先を交換した。そうです、そうです、聞いたことある。で、
しかももうこんなに夢中になってたらもうあっという間に時間がもうないですよ。ごめんなさい、ちょっと後で振り返る、はい、一応ね、さっきも言いましたけどもね、来月もお二方ゲストに今日迎えてるんで、はいはいはい、何かありましたらちょっとコメントで、はい、ごめんなさい、モーゼルさんいらっしゃいませ、はい、あーちゃんお願いだからじっとしてて、羽田さん、翔ちゃんと同じ年同じくらいってこと、ね、あーきっと同じぐらい、同じぐらいだと思うんですね、私の方がお姉ちゃんかも、はい、ありがとうございます、じゃあ一応これ一回ちょっと CM 入れて、はい、式年をそうしましょう、はい、CM です、はい、ちょっともう盛り上がりすぎました時間が足りなすぎ、物流支援を始め人と人をつなぐイベント事業、法人個人の抱える課題を解決するコンサルティング事業、人の夢を応援する事業、地球環境を配慮する事業など多岐にわたりあなたをサポートします。そしてあなたの問題を解決に導き、人と人、企業と企業をつなぐことが私たちの使命です。人をつなぎ輝く未来を創造するアースライズ、はい、ありがとうございます。はい、ということで、一応もうエンディングになりまして、ちょっと盛り上がってしまいました。時間配分が。はい、ということで、一応告知をしていただこうかと思いますよ、はい。今日はフューチャー会、庄司さんでございますので、庄司さん、よかったら告知をお願いします。今週の土曜日、5月の28日土曜日、東京大塚ウェルカムバックという会場で、私の誕生日ワンマンライブを行います。ありがとうございます。ありがとうございます。イエーイ、オープン16時、スタート16時半、チケット3000プラス、こら、ワンオーダーということで、皆様ぜひお待ちしております。よろしくお願いします。はい、こちら、あと SNS とかもやってらっしゃいますもんね。Facebook、Twitter、メーバーブログ、Instagram、メールマガジンやってます。おそらくですね、A4 リアルというよりは、私の名前、庄司瑞希で検索していただいた方がいろいろヒットすると思いますので、ぜひ、Twitter、Facebook、アメーバブログ、Instagram、つながっていただけたら嬉しいなと思います。おとなしいあやめが見れます。写真だから、写真だから。ねえ、あやめちゃん、もうちょっと、あ、美味しい？美味しいね。美味しくなかった。じゃあ、あやめちゃんなんか告知ありますか？はい、そうですね。ないですか、あやめちゃんの告知10月の28日なんかあれば、あと30秒ぐらいです、はい、ズームライブを開催しています。今月も28日にありますので、公式 LINE 羽田エリカで検索していただければ、ブログから公式 LINE 引っ張ってこれると思います。検索してください。はい、よろしくお願いします。すみません、ちょっと羽田さんの告知は雑になってもらって、はい、公式でありますので、はい、羽田エリカで検索していただければと思います。なんか時間見ながら喋っちゃって、はい、次回それいけドリームアップは6月22日になりますのでね、はい、皆さんも同じ時間こちらね、はい、ぜひ合わせていただければと思います、はい、ごめんなさい、はい、これは完全にね、ベニハさんのセリフ俺奪っちゃったね。まあいいですよ、はい、ごめんなさいね、はい、モゼルさんもね、フレフレお教えいただいておりますのでね、はい、はい、そろそろじゃあ終わりにいたしましょう、ね、はい、いたしましょう。大丈夫ですか。はい、では、はい、次回のそれいけドリームアップは6月22日になります、うん、はい、はい、それでは皆さんご一緒に、はい、さようなら、あ、じゃない、せーの、さようなら全然合わねえじゃん。